常を豊かにするお手伝い、水面下の行政書士諸越です。本日はご覧いただきありがとうございます。今回はですね、 LINE を使ったサービスを一例紹介したいと思います。フリーダイヤルという部分ですね。主に事業者さんが使われる場合とユーザーさんが使われる使い方っていうのが違うと思いますが、事業者さんにとってはですね、今回のこの内容は無料でフリーダイヤル、まあフリーダイヤルは無料じゃないかって言ったらそうなんですけども、フリーダイヤルを設置するっていうのは有料、結構費用がかかるじゃないですか。それを無料で導入しようという、そういった、内容のものです。それからですね、その他クーポン発行とかの付随機能もあります。それからユーザーさんにとってはですね、今も使われている方いらっしゃると思いますけども、無料で電話をかけられる店舗に電話をかけて、予約することができるとかですね、これは皆さん使われているでしょうかね。クーポンを、手に入れることができるというサービスです。今回はですね、その無料で電話をかけられるフリーダイヤルの機能を事業者さんが設定するという、利用するというケースとですね、それからユーザーサイトとしてですね、電話をかけてみるっていうのを実際にやってみたいと思います。そう長くない使い方コーナーですので、ご覧になっていただければ幸いです。まずはですね、用意していただくものはスマートフォン、アプリとして LINE の入ったものをご用意ください。これは何でも構いません。でこれでですね、今から実際に電話をかけてみようと思います。その時に画面がどういうふうに変わっていくのかですね、こちらの画面で、それから実際に電話かかる、本当に固定の電話にかかるのか、まあ携帯同士とかですね、インターネットを使った無料の電話があったとしてもですね、無料で固定電話に電話がかけられるのかどうなのかっていうのを今から、まあ、かけられるんですが、一緒にやりながら見ていただきたいなと思います。まだもし LINE が入ってないという方はですね、ここで一時停止していただくか、ぜひお気に入りに入れていただきましてですね、 LINE をインストールされたアカウントを取得された上で、始めていただければと思います。さあではですね、まず、LINE の入ってるという設定でここからスタートしたいと思います。まずスマートフォンを、立ち上げます。少し画面が小さいのでですね、こちら、ディスプレイを見ながらやっていただければと思います。そして LINE を立ち上げます。少し LINE の画面を紹介いたします。はい、まずお友達、ここモザイクで消えてますが、まあ、何人かいる、そしてご自身の、プロフィール、名前が出てくる。そしていくつかの名前が入り、もしここでですね、お気に入りの店舗、登録店舗とかを登録されている場合、お友達に入れていられる場合っていうのは、ここに公式アカウントということでいくつか出てきているはずですね。今回は、ここ2つ、両方ともちょっと弊社で恐縮なんですが、片方ダイビングスクールという、ところに電話を無料でかけてみたいと思います。まずはですね、ここありますように、店舗登録店をタップってあります。これをタップしてください。はい、こちらでも同じようにタップしていますね。はい、そうするとですね、画面が、よいしょ、こういう画面に変わります。こういう画面に変わりましたら、これいっぱいね、写真とかあるんで、どこをタップすればいいんだということなんですが、画面にはここ書いてあります。ここをタップということですから、ここをタップ、はい、タップします。そうすると似た画面なんですけども、こういった、登録店の画面に飛びます。そしてですね、ここがちょっと分かりにくいんですけれども、この大きな画像の下に一言コメントが入ったところがございます。ここをタップ、書いてる通りですがね、ここをタップしてみてください。ここをよく見逃している方いらっしゃるんじゃないでしょうかね。ここをタップすると、大きな、よいしょ、次タップ、はい、大きな、ここをタップって書いてますが、大きな電話のエリアが出てきます。はい、ここをもう一度タップします。はい、画面をちょっと送ってみますね。そうすると LINE の電話、なんか LINE の電話って出てきたら LINE 同士の電話じゃないと通じないんじゃないかなと思う方、結構いらっしゃると思います。LINE 電話無料って書いてありますね。こちらの画面で言いますと、ここになりますね。 LINE 電話カッコ無料カッコ閉じ、ここをタップって書いてありますが、ここはちょっとタップしています。はい、画面をちょっと送ってみますね。そうするとですね、LINE のアカウント同士で電話をする場合とは違いまして、ここに固定電話の番号、
050とかという IP アドレスでもなく、ここでしたら079-282-5566というふうに、弊社の電話番号が出てきます。要は固定電話の電話番号ですね。ここにですね、小さく無料通話 LINE 加盟店というふうに入っております。はい、この状態でもう番号を押すことなく、一番下にあるここですね、グリーン、ちょっと青っぽく画面は出てるかもしれませんが、グリーンのところを、タップしてみますね。はい、はい、これでも固定電話に電話がつながりました。つまり、まあ、少し聞いてみましょうか。留守番電話になると思います。弊社は今日、定休日、火曜日定休日で、この収録をしておりますので。はい、ちょっと聞こえにくいですかね。はい、これ留守番電話になってしまいましたので、ちょっと分かりにくかったですかね。途中からスピーカーオンにさせていただきましたので、一度これで電話を置かさせていただきますが、はい、というふうにですね、LINE 同士の電話というわけでもなく、IP フォンに電話かける、特殊な電話にかけるわけではなく、事業所さんにおかれましては、今現在使われているお電話に、LINE のアプリを入れることで、無料で電話を気軽にかけていただくことができるという。ただしですね、ここ少しちょっと注意が必要なので、LINE さんがですね、今言われているのは、期間限定での、期限は未定なんですが、この春に始まりまして、今なお続いております、期間限定の無料通話です。将来的に無料通話が終わられたとしても、そこにユーザーさんが集まって、これは便利だなということで使われている、固定のお客様がいらっしゃる場合にはですね、そこから改めてクーポンを発行するとかっていうことも、叶いますので、今のうちにぜひ、私LINE の回し者ではございませんが、LINE の登録店に登録されて、このフリーダイヤルというのを一度導入されてみてはどうかなということで紹介させていただきました。ビデオでは、ここまでなんですが、詳しくは、こちらで紹介させていただいた画像をそのままホームページに流れとして載せてますので、この下のリンクのところをクリックしていただけますと、当方のホームページから今の流れが全体分かるようになっておりますので、ぜひクリックしてみてください。本日は視聴いただきありがとうございました。また、水面下の行政書士もろこしをよろしくお願いいたします。